こんにちは匠でございます今回はですね 大阪王将と餃子の王将は一切関係ありません。別会社です。ということから始めていきたいと思います。えー、今回の件でですね、餃子の王将の方まで電化電話をかってきるということで、ご迷惑を持っているということでございます、えー。大阪王将の事件でございますので、皆さん間違いないようにお願いいたします。ということで大阪王将でございます。こちら仙台中田店が多分これじゃないのかなと思うんですけども、えー、広い画像なんでね、ちょっとわかりませんけど、えー、会社名は間違ってないんでいいかなということで始めていきたいと思います。 思いますで今回問題を起こしたのがですね 5M 商事という会社でございますはいこちらがですねえっ、ー、と大阪王将の仙台中田店とあとえっ、ー、となんかベガス店との2、えー、店舗はフランチャイズでやってるということでございますねで、えー、一応ですねえー、ここ関係各位ということでですねえー 弊社、元従業員による大阪王将仙台中大戦に関する、えー、書き込みがされてますよっていうね、事実関係につきましては、王将の本部とか保健所関係各所とともに協議の上、うん、たらこうたらって書いてあります。今後の対応をしたいというふうに書いてあります。で、えー、っと、まあ、元はこう社会社ですからね、いいんですけども。で、ことの内容についてはね、オトハ P さん。 え、こと、円安さんがですね。えっ、ー、と、生配信で3回ぐらいやってんのかなでそちらを見てもらえば、詳しいことがわかると思います。僕がどうこういう話ではないのでね。今回は別の視点から行きたいと思います。で、彼が言っていたグリストラップがすごいかったっていうことですね。こちらグリストラップになります。まあ、これを、あの、あの、大阪王将のグリストラップではないですけども、一般的グリストラップというのはこういうのを言います。えー、っとですね。まあ、床とかに、なんていうのかな、埋まってるっていうのかな。 で、あの、みんなゴミとかね、あの、排水が流れて、排水の一番最後の下水みたいな感じだと思ってもらえばいいんですかね。えー、下水タンクみたいな感じだと思ってもらえばいいんですかね。で、ここに、中に普通網とかが入ってるんですね。カゴが入ってるんですよ。で、そのカゴにゴミが溜まりますよね。で、水は下に行きます。で、そのゴミとかをこれ、1日1回取らないと、えー、結構匂いがすごいんですね。で、まあ、場合によったら水流して、 えっとどんどん流していって汚い水をどんどん排水管の方に出していかないと翌日すごいが匂いしてるなんていうこともね、えー、昔よくありました昨日ちゃんと洗ったなんて僕も言われたことありますね飲食店ではいえー、洗ってるんですけどねやっぱり高校生のアルバイトの時でしたからねあれですけども一生懸命やるわけないんですけどもまあそういうことでですね結構匂いがね溜まったりするんであのまあ油とか まあね、そういうものが流れますんでね結構匂い強いんですよだからこれ毎日掃除しあのこのカゴのゴミ取って掃除しないといけないということになります。 で、えーと、ここに今ね、えー、掃除の仕方とか書いてあるんですけどゴミは必ず前に取るっていうことでまあ中とかもねなんか洗うようなことを週に1回って書いてあるんですけどこれはね毎日ちゃんと掃除しとかないときれいな水に流してあの汚れた水を全部配管の方に流しておかないと匂いいが結構すすごいんですね、あのー。油もあるしそれだけじゃなくて結局ねあんだけのものを作って 残ーに流れていくわけですから結構ねあのこれ掃除まめにしないと臭かったりしますでその掃除も怠ってたということでございますねええナメクジウとっていうのはねお食事に口の中の方もいるかと思いますんであえて口に出しませんけどもまあそういうのが住み着いてもおかしくないのかでも僕飲食店で勤めてましたけどもえー、っとナメクジを見たことありませんあのちっちゃいゴ首はありますよ だけどこれはもううしょうがないんですちっちゃいゴキビリねあのよく飲食店にようなゴキビリってのはどうしてもいるんですね、えー、僕の知ってる店でもですね、えー、僕ご飯食ってたらつぐに、ね、そにちっちゃいゴキビリいたことありますからね、えー、もうあえて何も言いませんでしたけどまあそういうお店って結構あるんですよで、えー、今回の大阪王将さんのこの中田店もそうみたいですけどテーブルとかが油まみれだっただとか、えー、そういうふうに えー、確か言ってたと思うんですけども、えー、そういうところってのはだだいたいね、ゴキブリね、店内にもいるんです、はい。僕もね、そういうお店に入ったことあります。まあね、あれですけどね。で、この 5M 商事って会社なんですけども、こんな会社でございます。資本金700万円の有限会社でございます。平成4年ですから、今、えー、っと、平成34年ですから30年ぐらいあるってことですかね。で、えー、っと、 取引先銀行がですね東方銀行仙台東支店仙台銀行南小泉支店っうのかなきらやか銀行きらこないですねえー、とかあと77銀行って書いてこれ何て読むんでしたっけねまあそれと政策金融公庫と山田銀行がね取引銀行になってるようですでまあえー、っと今はこんな状態で、えー、休業中ということですねで こちらのね、5M 小日さんっていうのはすごくてですね、企業2年っていうのがあるみたいです。輝く星を作る。私たちは人が輝き、共に輝き、未来が輝くを求め、お客様に幸福を提供し、社会に貢献します。えー、なんか言ってることやってること違いますね。えー、行動方針っていうのも書いてありますね、えー。価値創造のために日々適正化を意識し、改善をし続けますとか、 幸福追求のために常に収益改善を行いますとか、存在価値のために行動力判断力を身につけ、謙虚を行うことを近いますみたいな書いてありますね。で、えー、これね、事件の前、事件というかですね、このインターネット書っ込む前の6ヶ月前のこれ、口コミなんですね。ラーメンのスープが超ぬるかった。猫舌の方にはお勧めですが、個人的にはリピート100%ありませんって書いてありますね。これ、半年前のですね、口コミでございます。 えっと、今回、えー、また一週間ぐらいしか経ってないと思うんで、格好見されてから。で、これ半年前にもうこういう格好があったんですね。はい、次はですね、一月前に格好まれたやつですね。外人がやっているからかわかりませんが、全体的に汚く、ベトベトしていて、食事をできるレベルではない。他の王将ではそう感じたことがないので、相当だと思う。という格好見がされておりました。これ、えー、っと、一応ね、 悪い書き込みだけは今ここに上げております。で、次がですね、6ヶ月前ですね。あんまり接客サービスの質が高くない。席の案内もなければ水のセルフサービスの説明がない。お客さんにお盆を渡すのではなくて、ちゃんと席に置くようにアルバイトへ指導した方がいい。これは多分ですね、えー、と机の上に普通お盆ごと置くと思うんですけど、お盆を入ってあの手渡しで渡したってことだと思うんですね。 普通は、えー、ありえないですねラーメンとか火けどしますんでねで次はですね11ヶ月前の書き込みですねここのファンの方には申し訳ないがコスパが悪すぎ入店時間が日曜日のちょうどお昼頃店内客は確認できる範囲でゼロはやばい店に来ちゃったかな案内された席のソファーは穴が開いていて中のウレタンが出ているここの店長は何をしてるんだか もうこれだけで食欲減退。水を入れるコップは劣化が進み細かいひびだらけ自宅で自分で作る天津飯の方がうまいラーメンならラオウカップの方がうまい餃子は冷凍味の酢餃子ってのかなの方が好みだ定食メニューだがワンコインでも高すぎると感じたまあ個人の好みの問題だと思うのですが自分は二度と行いませんというえ格好がありました笑っちゃいますねはい笑っちゃいけません で、えー、これツイッターに載ったんですけど、出かけていて疲れたからテイクアウトしてきたら、これ、どうしてこんなに焦げているのかをね、えー、まあそういうふうに書いてあるんですね、ツイッターの方に。で、これ、これだけだと皆さんわかりませんよね。この写真を見たら皆さんびっくりします。はい、こちらがですね、えー、焦げ焦げの餃子でございます。これ川崎の方の店舗なんでね、えー、今回の中立てのものではないですけども、で、まあこれ見ながらですね、えー、っと、 今回の仙台中立て 5M さん、おび大阪王将さんの対応についての、僕個人的な意見を述べたいなと思っております。で、大東波 P さん、えー、ことのエイヤさんですね。えー、YouTube で生配信3回ぐらいやっております。で、2回目の時は僕生で見たんですけど、まあ1回目と3回目ちょっと忙しかったんで、後から見たんですけどね。まあ、えっ、ー、と、彼の話ですと、 えと大阪王将の,そのスープとかは、えー、とその大阪王将の何のかあるんですよね食材の発注するところがそこから仕入れてやんなきゃいけないようなことを言ってたんですねで、えー、とそれを、えー、店独自でスープを作ってたとだからまあ要は塩等の作ったものを大阪王将の名前で売って高く売ってるようなふう、えー、なことを言ってたんですねでこれについて僕は大阪王将の方に確認をしました で、えー、これね、もしかしたらですけど、オペレーターに知識がないのか、どうか、ちょっとわからないんですけども、オペレーターさんはそんなことありませんってわけですよ。えー、お店によって味が違っていることもありますと、使っている調味料とか材料とか違うこともありますっていう答えが返ってきました。これね、えー、っと、僕この答えに関してちょっと追求したんですけど、えー、よくわかりませんってわけですよ。で、エリアマネージャーエリア、 マネージャーかなんかいるんで、そちらから折り返し掛け直させますと、いうことだったんで、木曜日にそういう電話をしたんですけど、いまだに買ってこない。えー、今日土曜日、撮影が土曜日で、これアップは日曜日にしますんで、えーと、昨日なのかなえー、土曜日の時点ではまだ買ってきておりません。で、月曜日以降にですね、もう一回大阪王将に電話して、買ってこねんだけど、つって言っていろうかなと思ってるんですけども、えーと、その時のオペレーターさん、えーと、 じゃあ、そんなに、大阪、あの、フランチャイズ店は、えー、大阪王将の方からスープとかを取り寄せなくてもいいのかと。そういう話をしたら、えー、それは全然問題ないですと。えー、独自の、あの、FC さんの方で独自に、あの、味付けしてね、やってるところもあります。的なことを言ったんですね。そうなりますと、で、僕は、えー、じゃあ、大阪王将の味ってうのはないのかと。ね、えっ、ー、と、これ、これが大阪王将の味っていうのがなくなるよねって話をしたら、まあ、そうなりますね、的な話。 えー、答えだったんですけどもね、えー、これどういうことかっていうと大阪王将っていう看板だけを掲げて、えー、要はフランチャイズだからお金取りますよね。あので、えー、看板を掲げて看板代を取ってあとはもう勝手にやってくれっていうふうにしか僕には聞こえなかったんですよ。これ大阪王将の対応ですよ。で大阪王将の対応がこんな対応だったらそれはね FC 店のこの 5M って会社もそうなりますよね。 で、えっ、ー、と、オートハさんの動画だと、えっ、ー、と、王将の方からも、お大阪王将の方からも、そういうチェックに来てたと、だけど、ここ直してくださいね、つって、その後の確認をしなかったと。で、えー、だから、結局汚いままだったんだってことだったんですけど、まあそうなっちゃいますわね。で、これがもしね、オペレーターの勘違いとか、オペレーターが勝手に答えたことじゃなければですよ、もうこれが会社の意見だとしたら、 大阪王将は、あの、言い方は悪いですけど、あの、いろんなもの、要は素人の料理を大阪王将っていう看板で食わしてんだと、そういうことになりますね。で、俺、これね、ちょっと結構問題発言だなと思ってるんです。本当はこの音声聞かせたいくらいんですけど、僕がね、ちょっと結構、 この話を聞いたで冷静にじゃなかったんでね。あの、ちょっと眠くてさ、ちょっと終わらだったんでね、寝起きでかけたんで。で、今度ね、ギズミコをかけたらもう一回お熱、ね、もしあおうかと思ってるんで、まあ、それはちょっと録音してやろうかなと思ってる。録音してね、あの、証拠として取っとこうとかなと思ってるんですけども、場合によったら公開しようかなと思ってるんですけど、で、それも含めた上でですね、えー、っと、まあ、そういう答えが返ってきました。で、ちょっとこれはね、呆れちゃいまして、僕としても。 で、普通の店舗さんは、えー、例えば大戸屋さんも確か、仙台ーーの方で2、3店舗をやってるんですね。大戸屋さんの回答は、いや、同じものを出してもなくなると。で、今回大戸屋さんの方に、えー、どうすんですかと。こういった事件が起きて、あなた方はこの会社がやってるのご存知ですかねと、大戸屋さんの確認したら、大戸屋さんはそれをちゃんと把握してそうです。あの、大戸屋本部の方はね。で、ちゃんと監査に行って、衛生上今のところは問題がないと。 で、抜き打ちで監査に行ったら問題なかったということで、外部委託してるらしいんだけどね。で、それで一応今のところはそういう営業を、あの、まあ、そのまま継続させてますということでした。ファーベムさんの店舗、3店舗ですね。で、えっと、今後もしね、衛生上問題があるんであれば、あの、まあ、 年に何回かの抜き出監査をやってるそうです。で、その時点で問題を打った場合は、それが解決するまでは、お店を閉めさせて、解決するまで開けさせないと。大手屋さんはそういうふうにやってるそうです。なんで、まあ、とりあえずは、えー、大丈夫なのかな、という、思っております。で、えー、まあ、今回ね、大手屋さんは関係ないんでね、ただ、大手屋さんの回答は素晴らしかったんですけども、えー、大阪王将さんはですね、えー、そういう、オペレーターが、えー、そういう、 曖昧な答えというか、わけのわかんない答えをしてしまったということで、もうこれ大阪王将にもね、問題あるんだなと。この 5M って会社に問題相当あると思います。多分、ダメダメな会社なんでしょう。彼の言う通り。で、えー、っと、今後です。えー、っと、あとは、一応もうこれで大阪王将はダメっていうのは発揮しました。で、この他に僕、ちょっとね、やっぱり、一応心配に思ってるのがですね、えー、っと、名誉毀損 業務妨害。まあ、あとは、趣旨組み違反。まあ、こういった形でですね、5M って会社が、えー、オートハピーさんを訴える可能性が、今後あると思います。で、えー、っと、まあ、名誉、えー、っと、まあ、その、誹謗中傷云々ぬっていうんじゃないんですけども、名誉毀損とかに関してはですね、攻撃性があるとか、そういう、で、真実であって、なおかつそれが攻撃性があれば、まあ、えー、っと、 名誉起訴にならならい場合もあるんでね訴えたとととこ勝てるかかどうかっていういのはちょっと微妙なところだ、と思いますただ訴えてくる可能性はあるのかなと思います。これね、多分大打撃だと思うんですね。まあ少なくとも、えー、1週間近く営業してないと思いますんで、そうなると、そんだけの営業損害いうのも出てくると思います。そうなると、会社としては彼を訴えることを考えるのかなと。で、 そこはね、僕ね、このオトハ、オトハピーさんの頭の良さだなと思ってね、これ普通にネットにさらすだけだったら訴えていく可能性高いと思うんです。だけどテレビでここまで猫を飼ってたこと、舐め傷がすごかった、ウジムシがいた、ゴクビがいたみたいなことをテレビで言われちゃってます。で、これ下手に訴えるとバッシング受けますよね、企業側が。そうなると企業側は逆に訴えてこない可能性もあるのかなと。まあ、この辺がね、ちょっとわからないなと。 ちょっとねあの大阪和賞にその辺も聞いたんですけどね答えが返ってこなかったんですよこれあの大阪王将さんすら株価下がってるわけで当然大阪王将としては相当損害が出てるはずなんですね名誉的なものも含めてこれ訴えたりする予定あるんですかって言ったらそれは分かりませんっていうふうにオペレーターさんは答えましたまあオペレーターの判事では答えられないんでしょうけどもね で、これ、ちょっと見のだなと思って僕はこれを注視しようかなと思ってます。で、今後ですね、大阪王将から回答が来たら、また新たに動画を作りたいなと思っております。 で、えっ、ー、と、この件に関しましてね、えっ、ー、と、間違っても餃子の王将に電話したりしないでください。あ、それとですね、えー、最後に言わせたんですけども、えっ、ー、と、何でしたっけ、5M さん、えー、平日の昼間とね、3回ぐらいかけましたけど、えー、本日の業務は終了しました。また電話ください。という音声が流れました。 で、なんか他にもかけた人間いみたいで、同じ音声が朝の9時から勝てたと。えー、っと、多分ですね、で、会社には多分いると思いますけど、電話出ないようになってるんだと思います。企業というのは大体ね、裏の番号というのがありますからね、そっちでやり取りできるんで、まあ多分電話は出ないのかなと思っております。ということでですね、本日の動画はこの辺で終わりたいと思います。うん、えっと、大阪オーションもひどい。えー、5N もひどい。で、 勇気あるオトオトハピーさんね、えー、っと素晴らしいと思います。えー、っと正直ね、僕はね顔も名前も出してこんなにねあの内部告発いっぱいしたいですけど、だけど、えー、僕こそこまで勇気ありません。まあ、何せ YouTube だって顔出してないですからね。えー、まあ、彼イケメンだしね、あのー、初め社長に出るなんてね、YouTube にも言われてましたけども、ね。えー だから自信があるのかもしれないんですけども、えー、僕個人的にはね、顔に自信あるわけじゃないんでね、えー、ちょっと顔出しは無理だなと思ってますけど。まあ、暴露したら結構やばい。ただね、僕の場合ね、暴露してもいいんですけどね、証拠を押さえてないんですよ。だから暴露しないんですけどね。あの、全部証拠を、証拠を全部ね、やめる前にね、あの、いただいてきちゃえばよかったなと思ってるんですけどね。それがちょっと、 あの、彼と違って、僕の頭の悪さですからね。ものすごいね、僕ね、彼を見た、あの、彼の話を聞いてたり、YouTube の話を聞いたりしたときに、あの、すごい頭いい人だな,なと思いました。ちなみに僕ね、最初にこのナめくり事件を聞いたときは、バイトテロかと思ったんですよ。だあんまり気にしてなかったんですね。 で、その後いろいろ見てたら、え、これバイトテロって話じゃねえな、とんでもない話だな、と思って、ちょっとね、いろいろ調べて電話したりして、まあ、今回の動画を作ったんですけども、まあ、こんな感じになっております。え、あの、またバイトテロかと思ってました。でも、今回はバイトテロではなくて、内部効果と、ちゃんとしたね、あの、正義感ある若い方がね、やって、まあ、正直言うと、就職できなくともね、なんかテレビとかで活躍できそうな雰囲気もありますね。 あの、食の安全アドバイザーみたいなね、えー、コメンテーターとかなんか呼ばれるんじゃないですかね。もしあれでしたらね。あのー、そういうのも頑張っていただけるなと思います。まあ、本日の動画はこの辺で終わりたいと思います。またね、これ続報出たら動画作りたいと思います。えー、とりあえず大阪王将さん早く僕に連絡ください。ね、えー、電話番号もちゃんと教えてありますからね。リアマネージャーさんね、ちゃんと電話くださいね。逃げないでくださいね。ということで、本日の動画は終わりたいと思います。ではまた